えー、こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、えー、っと、音量を変えたときに、じゃあシンバルレガートのここのアクセントはどうなるんですかというお話があったんですね。で、えー、この、えー、解説と、あともう一つは、えー、ブロークンなレガートのお話ですね、えー。この二つをやっていきたいと思います。 えまずはですね、そのシンバルレガートっていうのはこの抑用なんですね。だからシンバルレガートはチーチキチー、まあ、チ,チキじゃなくて僕はウォーク the とかシャツザドア、シャツザドア、シャツザドア、d o この3つはえシャ u ツザドアっていう風にだんだん音はちっちゃくなるわけですね。で、これは例えば抑用でいうところのこんにちはとか、えー、こんばんはとかっていう、あのー、要はこう、 テキスト読み上げとか言ったこんにちはになると、これは人間っぽくなくなるわけじゃないですか。こんにちはで必ず欲揚があります。だから逆に言うと、こんにちはの中で大事なのは、ちわですよね。チわって言うと、ちゃんと伝わるし、でも、ここにやった何を言ってるのかわからないわけですね。要は、欲用の中で一番大切なとこ、要は、 こんだと意味がわからないけどチワだとと意味がわかるんですよねというわけで、人間がどこを聞き取ってるかっていうと、そこをどこを聞き取ってるかっていうのは、どういうふうにすればいいかと,いと、今みたいに、こんにで止めたらおかしいけど、こんにちはだったら、日ちだったらわかる。あ、ちワでもわかるなっていうふうになると、要は大事なのは、ちわの方に、こんにちは。 こんにちはっていうふうに抑揚があるからここで多分人間はキャッチしてるんだなっていうことが分かるわけですねでこういうふうに音楽でもそうじゃないものでも基本的にはこういう,、えー、こうキャッチするというかこう一つのフレーズをちゃんとこう抑揚をつけて演奏するということですねそれを高さを変えて演奏するってことは、えー、マックスをどれぐらいにするかマックスの高さによってその3つの大きさ,、まあ、か大きさは変わってくるわけだから 多くだと、ね、いうふうなんですね。だからこう、こんにちはっていうのは、例えば、えこんにちはを、例えば、図書館で、こんにちはねみんなに聞かれちゃいけないようにっていう話をする場合と、体育館で、こんにちはっていうふうに言う場合と、これって、でも、こんにちはのちゃんと抑揚はちゃんとついてますよね。こんにちは,こんにちはではないじゃないですか。かこんにちはこんにちは こんにちはっていうふうに、どんなにこんにちはっていうのが、こんにちはっていうのが、どんなに音量がこう違ったとしても、その違うところでちゃんと抑揚はついてなきゃいけないってことですね。だから、その音量のバランス、フォルテとかメゾフォルテとかっていうお話を僕はよくするんですけど、よくそ吹奏楽とかでお話がしてて、メゾフォルテっていうのは基本的に何も考えずに演奏した時の音量っていうふうに考えてるんですね。そうするとフォルテっていうのはそれ強くって感じなんです。ただ、その 今の状況に対してホルテっていうのが強いっていう意味であって、それが全体的にホルテは常にこの音量っていうものではないんですよ。要は今までずっと静かな場所に行ったのに、これぐらいの音量は、例えばテレビの音量とかもそうじゃないですか。テレビの音量ってだいたいいつも10、うちには10にしてるんですけど、なんか20にしないとちっちゃく感じるときと、5にしてもうるさいって感じるときってありますよね。そういう時ところと一緒で、基本的にはそういうこう、現場に応じてホルテもメゾホルテも 音量は変わっていきますよ今の状況で普通に何も考えずに、ね、吹いた音量がメゾフォルテでそれ以外がメゾピアノそこから段階を分けて演奏していくっていうことですねだから音量的なことでいうと一つ一つにはちゃんと抑揚も一個一個の抑揚がちゃんとついていてそれ全体を大きくしていくというお話ですその高さで僕は演奏を 音量っていうのはコントロールするんですがその高さをコントロールした時はマックスを考えてマックスの音量がここでだからマックスがここだから抑揚がついたらこうだなっていうような形で僕は考えて演奏していますはいじゃあ2つ目ですね2つ目はですねこちらの方ですね はい。ブロークンのところでですね、まず第一にシンコペーションせずに動音を変化させていくっていうのがあるんですね。えっ、ー、と、僕の教材で、えー、ここにこういうプリントがありますが、これまあメルマガの人には、えー、お送りしようかなと思ってますので、えっ、ー、と、こちらですね、ベーシックっていうのはシンバルレガートっていうのは基本にベースと合わせてこう、これは弾んでれば、これでスイングっていうのはしてるんですねで。それを押すためにこの7番のリズムを使うんですね。 っていうか、こう、四分音符をしてて、これでリズムは進んでいくじゃないですか。でも、ワン、ツー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 、ワン。これは僕は何度も言ってますが、兄弟的には。海外では、ウォーク・ザ・ドーク、ウォーク・ザ・ドーク、シャッツ・ザ・ドー、シャッツ・ザ・ドー、シャッツ・ザ・ドっていうふうに教えます。ってことは、この裏から押していく感じ。要は、ワン、ツー、ワン、 こ,こにアクセント弱白にアクセントがあると強迫にリズムが流れていくのでそこに、えー、こう動音を入れるっていうのが、まあ、一番スピードが上がるってことでそうするとこのベーシックはこれこれ,これだけやればシンバルレガートっていうのは成立するんですねで動音っていうのが要はこれは次の音を押す音で僕はこれは動音は付け足ししてもいいって考えてるわけです ワンツースリーフォー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 このようにドーンがランダムに入ると強迫に流れたり弱迫に流れたりするのでリズムは進んでるのに停滞した感じがするんですねまあこういうのを僕はブロークンって呼んだりしますしブロークンっていう感じのブロークンビートっていうふうに言ったりしまするこういうタイプのこういうタイプのやり方に対して やると、ずっと後ろから押してってあげるっていうかこうこう駒をこうずっとこう止まらないように回していくみたいな感じ <music> まあうんその車でいうとオーバードライブにかけてグーンって加速する感じが7番のリズムになるわけですねでも7番以外のリズムこれいろいろドーを入れて <music> こういうのね こういうのはだから全部アクセントがちゃんとあってドーンで流れていくところにリズムがこう流れていくのは全部抑揚があってその抑揚のあるものを段階的にこう音量を上げ下げするということですね細かい音量のこのパルスもあって全体の音量の抑揚もある言葉と一緒ですねはい次ですねシンバルレガートの歌い方みたいな感じなんですがシンコペーションブックをそのままレガートでやるんです 1> 今一番をやる。タン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 タタタンタンタ,ンタ,ンタンタ。ここ空歯変えてるでしょ。ってことは、この音は次のこの二拍目に飛ぶぐらいの音量がいるんです。 こうやって繋げていく練習ってことは、一個前、一個前、一個前をできるだけ見るようにするってことですね。要はこうやっておうとお物事をこうメロディーを追っていく場合は、メロディーが繋がるようにするためには、ちょっと先、ちょっと先を見ておかないと、えー、今 この場の音だけをやっていると、これだとうまくつながっていかなくなるわけですね。ここがすごく大事なところです。だから2番とかだと、たた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 た、トーンっていう風に、要は2拍飛び込えるんだなっていうことを考えてちゃんと演奏するってことですね。という具合にこの練習をしていただければいいんですね。要はずっとシンバル映画としてるとは歌ってるんです。で、僕は実況中継をしているときに、えー まあこういうことを考えてますよってお話をしてるのはあれは、えー、歌とは別の思考なんですねで言葉って喋ってる時っていうのはそうだと思うんだけど今こ喋ってる言葉の発音のことばっかり考えてるわけじゃないんですよで例えばまあこうなんかこう書類を読みながらこう会議をしてる時には要は相手を説得しなきゃいけないわけじゃないですかだからつまりこのプレゼンテーションをしてる時にこういう結果でこういうデータがありますんでデータを読んでいく時読んでいく時っていうのも、えー 我が社は。えー、えー、あ、新たな。プロ。 ジェークと、これ子供の読み方ですよね。これ先を読んでないわけですよ。パッて見て単語として捉えて、先を先を先をって読んでるから文章として発音ができるわけですね。要は、譜面を読むときっていうのもそうです。基本的には、パッてここを見たときに、塊で読んで、どん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 進んでいくわけです。で先を先を読んで、ここで何が言いたいかってことを考えながら、なおかつ、プラスアルファ、この文章を今喋るよりも、後で喋った方が効果的じゃないかとか、 絶対しゃべりますすよよね。ね。そういうい思考なんですよ、ね、だから今こういうふうに来たら、あこ今受け答えてくれたってことは、これは感触がいいぞ。じゃあこのデータを見せてあげようとか、あこれ感触悪いな。じゃあこのデータを言う前に先にこっちのデータを使ってお話をしようって考えますよね。それを僕は実況中継でお話ししてるということなんですね。歌を歌ってればいいんじゃないの歌は歌うんですけど、歌を歌いながら他ことを考えるんです。だからこう。 ずーっと頭をフル回転して演奏してるわけですよ。どういう風な組み立てをして相手を説得しようというか、いいものを作ろうとしてるか、音楽で、今の音楽が今一番良くなるために、こういう風にした方がいいんじゃないか、ここは答えた方がいいんなか、ここは無視した方がいいんじゃないか、ということを考えてるってことを実況中継でやってるってことなんですね。だから、すべて言葉と一緒です。なので、一つ一つの抑揚はちゃんとあります。全体的に音量の上げ下げもします。その後のそれ以外のつまみもいろいろ僕は変えます。音量、音色、 も全部変えていきます。それをやりながらやっていくわけですよ。だから、こんにちはっていうのも、はぁ、あ、どうもこんにちはっていうふうに言ったときの方が相手に伝わる場合と、あどうもこんにちはみたいな感じで、ちょっとかしこまった方がいい場合と、相手を見て変えますよね。今の状況を見て変えますよね。ということですよね。ありがとうございますも、あありがとうございますっていうときと、はぁ、あ、ほありがとうございますっていうときと変えますよね。これは何かっていうと、この次に次に次に展開を期待してるからなんですよね。ってことは、音楽もそうで、 こういうふうに僕が。 演奏ししたら相手がキャッチしてくれるんじゃないかこういうふうにすかしたらこうなるんじゃないかっていうことを常々に考えて演奏してるってことなんですね。なので、えー、皆さんよくこう本当に実況中継で本当にこんなこと考えてるのっていうふうによく言われたりするんですけど、いやめちゃくちゃ考えもっと考えてます。多分書ききれないですね。だからこう左手とか右足とかの細かい操作とか、あ、ここはこういうふうだからこうしようとか、ちょっとぐらいのこと考えてますが、ほぼほぼ頭に音を浮かべてそれを体で操作しながら、 アルファあれだけのことを考えててるっていうことなんですね。だから、えー、こう僕が一番、えー、好きな教材でですね、一番最初に書いてあったこうスニアの教材にはですね、要は演奏するってことは、えー、こう結局みんなでお茶を飲まなきゃいけないっていうことなのでこういうお茶を飲みながら喋るっていう行為をするわけですよということはお茶をこうやって飲む時にカップを持つ動かす口に運ぶ みたたいいいななな考えてたら喋れないじゃないですかみたいな当たり前のようにこうフィールでこうしたいと思ったものはこうしながら喋ることも喋って言葉の発音あ」って発音しよう「あ」「それで」って発音しよう「そう」「で」「で」みたいな感じで考えてるわけじゃないじゃないですか「あそれでね」っていう風に考えてこう。 相手をこう、こういうふうにしたい。相手にこういうことを伝えたい。そして相手にキャッチしたことをこうしたい。そしたらこういうことを相手に知ってほしいっていうふうに喋っていくわけじゃないですか。演奏も全くそれと一緒です。なので、一個一個のパルスはもう当たり前にできる。頭に音が浮かんだら当たり前にできる。プラスアルファこれ考えるっていうことをどん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 、ね、基礎練習の時にしていくんですね。だから僕の兄弟の三拍フレーズとかはそうですけど、シンバル映画としてこうして、ここからスタートして、ここの頭に解決するっていうのを意図的に練習していく。 そういうふうにして練習していかないとうまくいかないよっていうことでございましたちょっと難しい話だと思いますが、えー、以上でございます、えー、本日も最後までご視聴ありがとうございました今日も最後までご視聴ありがとうございました今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします 私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。